私は、撮影助手の、佐藤よしえを役を演じました。女には無理なのこの仕事は。当時本当に女性が少ない中で、男たちの中で一人頑張ってる女の子、よしえちゃんです。いや、いろいろ教えてもらいましたね。今回は、当時こう16ミリのフィルムのカメラを今回撮影では使っていて、フィルムをこう入れるところから、こうレンズチェンジすることやら、いろいろ教えていただきました。私自身でもフィルムすごい好きなので、面白かったですね。なんかこうやってフィルムが通って、ここで映し出されて、巻き取られて、こうやって一コマ一コマ撮られていくんだと思ったら、すごいウキウキしました。楽しかったですね。本当に撮りたくなっちゃいましたね。松本さんがこうカメラが回ってない時とかでも、こうすごい大丈夫だよとか、すごい優しく話してくださって、いつも朝笑顔でおはようって言ってくれて、私も今日も頑張ろうっていつも毎日思ってました。セリナが泣いてる。個性豊かな方たちの本当笑いあり涙ありで、面白いのでぜひ見てほしいです。はい、基本また開くのでしょうか、みんな多分徐々にそうなってくる、はい、現場にいれば。せっかくだからね、申請も通る。